よしよし、ハイジ、どうした？アロード・モーズリー、FBI、お前を逮捕する。ドロバンコをそっちへ連れてけ。奥さん、犬を連れてって。お前じゃない、お前はそこ、犬をどけて、早く。やりなさい、ハイジ、さあおいで、さあ、そう、いい子ね。動くと容赦なく撃つぞ。いい子ね、ほらほら、いいのよ、泣かないで。こっちへ来い、手を壁に置け。 FBI というのは嘘だ、殺しません。お前の保釈保証人に頼まれた。ロスに連れ戻すだけだ。手を首の後ろ。もういいぞ。 FBI のモーズリーだ、逮捕する。この犬を何とかしろ。奥さん、犬を頼むよ。お前じゃない、お前は動くな。奥さん、犬をどけてやれ。早く。ハイジ、おいで、ほら、いい子だから早く、おとなしくするの。動くなよ、ガラス越しにでも撃つぞ。来い、壁に手をつけ、壁に手をつくんだよ。足を開く。おとなしくてらすぐ済むぞ。左手は頭の後ろだ。左手を、そうだ。空港に向かってるのか。あんたみたいな FBI はいないよ。そうか、お前だってデュークには見えねえ。どうしてもロスに行かなくちゃダメなのか。快適に旅したけりゃその口を閉じてろ。セラノに頼まれたのか。奴の仕事なんかするもんか。お前の保釈保証人に頼まれたって言っただろ。金なら持ってるよ。だろうな。いくらでも払うよ。いい加減に黙れ。この2分でかなりお前が嫌いになった。私はあんたが気に入ったのに。空港へ連れて行く気なんだな。FBI の捜査官には見えんな。お前こそデューク公爵って顔か。捜査官ならどうして FBI の本部へ連れて行かん。黙ってないと辛い旅をすることになるぞ。ジミー・セラノの手下なんだな。あんなクソデブの手下でたまるか。ロスのお釈屋に雇われてお前さんをあっちへ連れて帰るんだよ。私は金を持ってる。おお、そうだ。欲しいだけ払ってやろう。黙ってろと言ったぞ。知り合って2分だが俺はもうあんたが嫌いだ。これは残念だな。私は好きだよ。リャク、誰かを放り込んだって。探したぞ。探した。ああ、ブーシェだ。おお、ブーシェか、よかった。900だったな。いや、1200。900だよ。いや、1200だ、出せ。ああ、そう、そうだった。チンルイへ朝飯食いに行くんだ。あそこで話そう。ジャック、昨夜から探してたんだ。これは何だ。探してたって。ああ、ブーシェだ。ああ、ブーシェだ。よくやった。900だったな。いや、1200だ。900だよ。違う、1200の約束だった。ああ、そうだそうだったな。胃の薬だ。人狼の店で朝飯だ。お前さんに話もある。ジョナサン・マーデュカスって聞いたことあるか。デュークか。ああ、噂知ってる。どういう噂。ベガスのヤクザの金を200万横領して慈善団体に寄付した会計士だろ。そう、そうだが、ただし200万じゃねえ、1500万ドルなんだ。それにただのヤクザじゃなく、ジミー・セラノ。なるほど、マフィアのボスね。過去を掘り返したがねえが、お前さんをシカゴから追い出したのはセラノだったんだろ。追い出されたんじゃねえ。ああ、そうか。今の商売がやりたくてデカを辞めたか。ジョナサン・マデューカスっていう男がいるんだな。確か通称デュークだな。何を知ってる。ベガスの大物から数百万横領して慈善事業に寄付したって会計士だ。よくできました。ただし横領した金は数百万じゃなく、なんと1500万ドルだ。で、ベガスの大物はかのジミー・セラノさ。うん、知ってる。俺だって新聞は読めるさ。なんだその過去を暴くんじゃないが、セラノってのはシカゴのボスだった頃、あんたはあそこから追い出したやつだろ。追い出されたんじゃない。そうだった。あんた自分で警官を辞職したんだったよな。旅客機の中で手錠はできないし拳銃も持ち込めないが、ふざけた真似をしたらその首をへし折る。私は飛べない。何。飛行機に乗れない。ああ、もっとマシな言い訳をしろよ。言い訳じゃなくて本当に飛べないのよ。私は航空機恐怖症なんだよ。どういうことだ。飛行機は無理。高所恐怖症と閉所恐怖症でもある。げんこつ恐怖症になりたくなきゃおとなしく言うことを聞くんだ。民間機だから手錠はかけておけないし、銃も機内へ持ち込めんが、もし変な素振りをしたら首をへし折るから覚えとけ。飛行機はダメだ。何。飛行機はダメだと言ったんだ。もっとマシな逃げ子じゃないのか。嘘ならもっとスマートなことを言うさ。私本当に飛行恐怖症なんだよ。
なんだそれ。飛行機に乗れんのさ。高所恐怖症と閉所恐怖症でもある。黙って協力せんと、それにパンチ恐怖症が加わるぞ。動脈硬化っていう言葉知ってるかね。コレステロールは。よかったら完璧なダイエットを教えてあげるがね。ムーションの中で自分でやれ。なぜそんなものを食べる。そりゃうまいからさ。体に良くないよ。知ってるさ。良くないと分かってることなぜやるんだね。考えないことにしてる。それは現実逃避だ。現実逃避。あ、動脈硬化症という病気を知ってるか。コレステロールは。ダイエットのプログラムをこしらえてやろうか。出来上がったら無所から送ってくれ。なぜそれを食べるんだ。なぜ。うまいからだよ。だが体に悪い。知ってるさ。じゃあ体に悪いと知ってるものをどうして食べるんだね。悪いってことは考えない。現実から目をそらしてる。目をそらしてる。そう。それも分かってる。つまり自分の行動は全て認識していながらやめようとしない。それは利口なやり方とは言えないだろう。ねえ、ジミーセラノの金を1500万盗むのも利口じゃねえな。気がついてるさ。じゃあそれと知りながらなおためにならないことをやめないでいるというわけだ。それは随分愚かなことのようだが、どうかな。いや、セラノから1500万かっぱらうってのが愚かなことなんじゃないか。捕まるとは思わなかったんだ。それこそ現実逃避だ。認識しているよ。つまり自分の行動は全て認識していながらやめようとしないわけだ。それこそ利口なやり方とは言えねえだろうが。愚かだったよ。捕まると思わなかった。現実から目をそらしてる。気がついてるよ。すると何か。それと知りながら自分のためにならないことをやめないでいるわけだな。それは随分愚かなことのようだが、どうかな。愚かなことだった。だがマフィアの金1500万を慈善団体に寄付したんだ。大勢の役に立ったよ。大衆に愛されたいためにマフィアに逆らったのか。俺には分からねえ神経だな。愛されたくないかい。だがギャングの金1500万を慈善事業に寄付したのは人のためになったはずだよ。顔も知らん大勢から好かれたいがためにマフィアの親分を出し抜いたわけだな。好かれたいと思うだろ。メジャー終わりだ。行こう。どうやらかったるい旅になりそうだぜ、デューク。腐ることはないよ。どうせ時期あんたの手を離れるからね。どういうこった。セラノのやり口から見ても刑務所に入ったら24時間で殺されるからね。いずれはあんたから逃げ出すつもりだ。笑い事じゃないんだわね。行こう。2ドルそれしか置かないの。 15% がそうだ。それじゃ 13% だ。彼らはチップが頼りなんだよ。夕食終わりだ。行くぞ。全くろくでもない道中になりそうだよな。心配ないよ。そう長くあんたと一緒にいるつもりはない。どういう意味だ。無所に入ったが最後24時間と私を生かしておくセラノじゃない。命が惜しきゃどうでもあんとまかねかんなら。ジョークに聞こえてよかった。行くぞ。2ドルしか置かんつもりか。 15% だ。これじゃ 13% だ。チップで食ってる人間もいるんだ。ああいけないな、ジャック。タバコは命を縮めるよ。女もだ。女によるよ。うちのはよくできた家内でずっと私を支えてくれている。ああ何百万も猫ババしたからな。応援もするさ。何百万もありゃしない。寄付してしまったからね。てめえには全然残さなかったのか。逃走資金くらいは取ってやる。ああそうかい。このバスはシカゴ乗り換えで待ち合わせが2時間くらいあるから、この際奥さんと娘さんに会っていったらどうだね。いいチャンスだと思うよ。てめえの頭の早追ってろ。ダメだダメだ、よしなさい。タバコは殺し屋だぞ。女もな。全部が全部そうじゃない。私のワイフなどは今度のことがあってもずっと一緒にいてくれた。あんたとあんたの金と一緒にな。けなげだよ。金は全て慈善事業に寄付したんだよ。忘れたのかね。とか言って少しは取っておいたんだろう。そりゃ逃走と生活のために少しはね。ああそうだろうそうだろう。シカゴでバスを乗り換えるとき 2,3 時間空くじゃないか。別れた奥さんと子供に会いに行くのにこんな絶好のチャンスはないぞ。ぜひ会いなさい。ぜひ。人より自分のことを心配しろよ。